それから京都にはその、大日本武徳会が作ったその、武道教員ですね、それの指導者を養成する学校、武道専門学校というのが核になって、その2つが教師というのを養成し、その2つが学校教育というのを展開させていくという形になります。それで、明治の末ぐらいから大正にかけてですね、今まで月見といったのが剣道という言い方に統一されます。それから休日といってたのが弓道という言い方に統一されます。それは背景には先ほどの柔術から柔道へというその彼女五郎が言ったそういうものの影響というのが非常にありますね。今までにその武道というのは教育的なその意味がある、で教育的なその意味があるものって実ではなくて道だという言い方で展開して、そして名前も剣道、それから弓道、それで前からの柔道ですね、そういう形で武道、それを統合した形で武道という言い方になりますが、そういうものとして展開するようになってくるという形です。それで、話がちょっと戻しますが、1920年代ですね、20年代、そういう学生層も、学校の中でもされてるし、課外授業の中でも盛んにされてくるというそのところで、武道というのが展開しますが、そこで競技会という形でその展開してくる、全国のその競技会という形でその展開してくるときに、最初に武道はその競技会には参加しない、なぜならば武道は教育的な価値をやる、その、意味を持ってやるんであって、戦ってその楽しむスポーツとは違うという形で参加をそのしなかったということがあります。でも その次の2年後ですが、そういうその競技会だけでの教育的な意味もあって、競技会をしますというのでやがて入れることになりますが、そこでその武道の立場というのは教育的な立場で、勝負をそのスポーツ的なその試合という形とは違うということを非常に打ち出したというのは一つ大きな意味があります。それでですけど、あとそういう全国大会のその選手権というのは開かれたことが、武道を非常に展開させる、全国に普及する、プリベールさせる大きな契機になりますね。